はいどうもピアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースト This is Vine かっこトロールということで、これはツタですということですね。犬だよ、どう考えても犬じゃないか。ツタよりも犬の方が主張が強いんだって。まあまあそこは置いちょって、でも僕予想できたよ、このコースのゴール絶対ツタになってると思う。かけてもいいね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.49% で、この犬で思い出したんだけど、僕みんなに聞きたいことがあって、犬アレルギーの方って聞いたことなくない？僕生きてきて今まで一回も聞いたことないんだけど、そんな方いるのかなって。そして右のツタはなんだ、あれが主役っていうことかな。そしてここドアに入ればいいと見せかけてあえて何もしない、それが正解だ。開幕何者だ、このくらいで絶叫なんてしてやると思うな。まだまだ眠いね、僕はさっき目が覚めたばかりさ。何もしない、来るな、来るなよ毒でまーん。落ち着こうピオキング、何も考えるな、何も考えなかったらきっとトロールコースっていうのは攻略できるもんだ。相手の策略ばっかにはまるな。ここ下スネークブロックがあるな、一旦動かしてみるか。何が起きるんだろうね、あのスネークブロック。あ、キノコ、開始早々騒がしすぎるな。もったいない、この調子だったらもったいない、この先。じゃあここはしゃがんなんで、今言った通りね、このまんまだったらこのコース分僕持たないと思うんだよね。なんでたまには落ち着いて実況していこうかなと思います。危ないねこの花。何やってんの、僕は全て分かってんだよ。そこにとどまることしかできない、この鉄くず花野郎が俺に逆らうんだよ。早く進めろ。今回のトロールコースってめちゃめちゃやりに来てるよね。敵の襲撃が多いっていうのかな。だから敵の襲撃に備えてちょっと気をつけなきゃいけないね。気をつけても無駄なんだろうけど、ここポンポンポンっていけないよな、分かってるんだ。あっ、ツタが下がった。2個目のツタに気をつけよう。あそこのツタだけジャンプしてかわしていく。そして右に音符ブロック。あ、このキノコ取っていいのかな。このキノコギリギリで取って、ここでツタに、あ、ツタに捕まれない。やべ、まずい。これはどうかしていけないから、右下のあの隙間に。ここからジャンプしていこうか。下、うわすぎる。今めちゃめちゃ上手くなかった、それをこんな形で終わらせるなんて、それはないぜ。じゃあこのチビのツタン捕まろう。そしてこのまま右を失敗したら進めないね。うん、またさっきの同じパターンか。いや、こっからもう一回右下のあの枠に入る。いけるはずだ。地獄へな。もう全部分かっちゃったよ僕、この息アップ。あー間違えた、二度目の分かっちゃったよ僕、この息アップの裏にはキノコが隠されてる、そういうことだろう。だからあのキノコを避けていく。そしてこの四角の枠の場所行っていい。あー一緒じゃ落ちてこない感じで、右が開くんだね。っていうことはもう一回右開くのか。ここら辺隠しブロックがない感じだ。じゃあもう一回右開くんじゃない。オッケーオッケー、下絶対怪しいもんね。じゃあもう一回右が開くみたいな、これいくつ開くんだろうね。なるほどね、今度は左に戻ると面白いじゃねえか。小賢しい、このコースにぴったりだね。隠しブロックをちょいちょい用意してきやがって。じゃあここなんか怪しいんだよな。だいたいさ、あの赤ブロックとかさ隠してた、閉じ込められるとかそんなんなんじゃないの。ほらほら、うますぎる。もうだいたい分かってんだよ僕は。このテレサでやられようってだったらそうはいかねえぜ。さあ中間ポイントにそろそろあってもいいんじゃない。どうもありがとうございます、こんなに素直に取らせていただいて。この四角はなんだ、行ってみるか。まあ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 、全然中間取ってるからね、火だけど全然ぬるいよ。たださ、これ右に行っていいのかな。ドッスンやられてくれる。うわ、やられそうな気配ないよね。なんなんだあいつは。どうしろよ、タックルしたんだからちょっと目開けてくれよ。じゃあこう一旦下で落ちるで合ってんの。あ、でかい状態でジャンプして右に行けと。そしてここは30コインの星をしてみようか。こっちが正解なんじゃない。30コイン、絶対30コインの方だと思ったな、砲台が開くみたいな。てじゃねえんだよ。やっぱ開いたじゃねえか。え、なに、時間差で開くってこと。え、じゃあこれ、あー死に耐久か。いや面白い。え、これやられろって感じでしょ、挟まれて。あ、これ右左、
右っぽいよね。いやこれ頭しい、なかなか難しそうだね。ここ、いや全然余裕だよ。死に体験名人をなめるな。ここで一時何もしないでみる。そして時間が経ったら砲台が落ちてくれるね。そういうことか。それは分かんないよ。さあ進んでいきましょう。ここは上の土管に入れっていう感じかな。なんでやってくれちゃってんの。まあまあチリになることが正解かもしんない。入れませんね。すぐにドクロリトンのあのトゲメットから襲われる前に、で右ツタがあったよね。このツタ捕まる。よしよしよし。さあ進んでいくよ。もうどん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 行こうか。あれ、え、なんかこのパックン当たんないんだけど。あ、ツタか。てっきりパックンと思ったよ。燃え尽きろブラパよ。じゃあここはブロック壊して絶対砲弾落ちてくると思いきや、あえて何もしない。バカか俺は。じゃあここでファイヤー取るところまでは合ってると思うんだけど、こっから右もフラワーが出てきてんね。でもあれ取る必要ないよね。いやここで砲台出して、この砲台は何出してくる。あ、フラワーなんだね。優しい。でこの上隠しブロックはあるね。この下は絶対ダメだと思う。なんでこのまま上に上がっていこうか。やってやったな。これ絶対ダメなパターンだ。やって。いや久しぶりに引っかかった気がするな。ガリガリの裏の扉なんてさ。そしてここはキノコを持ってくるなんて書いてるのか。じゃあ一旦あのサンボか、サンボに当たっていこうか。チョコマカと隠しブロックを設置しやがって。だが僕の心はそんなことで揺らがないさ。僕の心は常にペンザブロックだからね。何言ってんだ。全然意味が分かんねえんだよ。あ、待って、ここどっか隠しブロック出そう。大丈夫、どっち。うん、やっぱなんか出るよな。こっちは何もないのか。待て待て待て、このどっかに行こうか。じゃあここ落ちるからの左から土管に入れっていうことか。いや絶対どっかにね、チェックポイントにそろそろあると思うんだけど。間違い探し。あ、これめちゃめちゃ分かりにくい。どうすればいいの。あ、右。あー来た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 。そしてどっから行こうかな。右、真ん中。いやなんか全部一緒のような気がしない。っていうか一番左のハテナ叩けばよかった。一番右行こうか。もうこっち、うん、ブブーンじゃねえか。全部ブブーなんじゃないのかこれは。え、なんか今ゴールあったくない右側。え、なんかさっきと違うパターンなんだけど。中間ポイントに取ってるってこと。うわ、なんだ、え。ここで死耐久。しかもめちゃめちゃ難しそうじゃない、このツタのやつってさ。もうこういうツタ苦手なんだよな。ちょっとまず集中していい。いや、なかなかいい感じじゃない。そしてここで右。いや、ダメだって。ツタはダメだって。こういうちょこまかしたやつはマジで苦手なんだって。もうちょっとさ、こういうこういうのじゃないで、テクニックを要したものを送る。こんなのテクニックあんまいないぐらい、もうほぼ運ゲーなんじゃないの。うわ、きっちりこれ。ちょっといける気がしない。ほんとにこういうのダメだから。マジでちょっと見極めていい。もう大体分かったね。この2番目のツタがあるじゃん。このツタは丸々のこの目の真ん中ぐらいしか行かないから、そこに行った時に右にジャンプしようか。ここ、よし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 。そして次は、そして次は、いやこっからまだ未知の世界なんだよな。いや、そんなに難しくないね。そしてあの地下ブロックに乗れっていう感じか。そんなに難しくないよ。あぶね、あのバーでほんと怖いね。そしてここで本当にやらせてくれんのか。なんかやめかしかしないな。頼む。もう嫌だ、もうここマジでカットしていい。いや一発でいける。絶対に一発でいってみせる。上手くなった自分を見せたい。ここって。いや今のは違う。本当に上手くなったから見てて。さあ次、くっそ、オッケーオッケーオッケー。そして次はちゃんとあのバネに当たらないようにしなくちゃいけないよ。ここバネ、危ない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 、やった。見たか、これが死に耐久名人だ。じゃあさ、ここで上を失敗しなかったらゴールっていうことでしょう。絶対ツタだと思うじゃん、あそこに。さあゴールしてくれ、頼むマリ。いや今日のトロールコースは結構早かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、クリンブザスティアスということで、階段を登ると。そういうことでしょう。
まあサムネはブロックで隠されててどんなんかわかんないんだけど、最速とクリア率から見るにさ、相当早く階段を登っていけっていうことだと思うんですよね。多分一回もつまずいたらいけないとかそんなんじゃないかな。いや、そういう繊細なコースって苦手なんだよな。ただいつまでも苦手意識を持ってちゃ次のステップに進めない。苦手なものを克服してさらなる高みへ目指していこうじゃないか。そうだろう、ピオキング。何ちょっといいこと言ってやったぜみたいな気分になってんだよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.52%。 そんでさ、今めちゃめちゃ寒くなってて相当手がかじかんでるね。もうかじかじかじ階段。ちょっと待って、何言ってんだ俺は。頭バグってんじゃないのか。あ、ここ下りもあるっていう感じね。そしてあの綱がゴールなんかな。いや結構近いよね。意外と結構簡単に行けるんじゃない。ゴールってそんなに遠くなかったね。もうつまずきすぎでしょ。これ絶対行けないと思う。あ、いや意外といけるいける。え、まだあるんかい。いや絶対あの綱がゴールだと思ってた。うわ悔しいで、絶対行ったと思ったんだけどな。これ絶対無理でしょ。これほんとぶつけよ。この一回もつまずかないで頂上まで行けって結構鬼畜じゃない。そんでさ、2個目に綱があったと思うんだけど、あれもゴールじゃなかったらめっちゃきついよね。もっと先に進めってことでしょ。いやこれなかなか早いんじゃない。そんなに引っかかってないよ。そしてこの降りるスピード早くできないから頼む、綱に触って。地獄の階段やわこれ。めちゃめちゃむず。降りるスピードどうにかして速くできないのかな。ジャンプして速くするみたいな。これでどう。何やってんだ。下るときジャンプはするな。うすうすそんな予感はしてたさ。何もしない方が早いって。いや今なかなかいい調子でいけたと思ったんだけど、つまずいてしまったな。頼む、あの綱がゴールかどうかだけ確かめさせたい。ダメ。ペレ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 ペペ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 。ふざけるな。もっとちゃんとやれ。いやもう絶対今、いやもういいや、もう喋らない方がいいかもしれない。僕、いや惜しいところまでは来てるんだよな。突っかからなかったらいいだけなんだけど、それがほんとむず。もう黙ろう、黙ろうじゃないか、ピオキング。黙って集中してクリアしていこう。黙ればこのくらいの難易度のコース、お前ならちゃちゃっとクリアできるはずだ。さあどうだ、もうしたくないよこのコース。でもなんとなく感覚がつかめてきたね。どこがだよ、全然さっきより遅いんじゃねえか。これもうやり直そうやり直そう。相当むずけ。いやつまずかないだけなんだけど、こんなに難しいもんなんだね。でも本当に感覚はなんとなく掴んできたような気がするっていうか、これ絶対行ったでしょ。一回もつまずいてないよ。これでいけなかったら、やったこれ最速いったんじゃない。めっちゃ速かったよね。頼む、最速取ってて。よしよしよし。いやまさか最速まで取れると思わなかったね。でもさ、相当速かった自信があるね、今の階段登り。それじゃあ最速も取れたし、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。